すごく寒いから、はい、体を守るために特殊なねものを持ってたりするんですけど、うんうん、細胞の寿命が伸びて病気の進行がゆっくりになる可能性があるよっていうことなんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。ながみんです。よろしくお願いします。先生、はい、最近コンビニで冷凍のブルーベリーを買うようにしてるんですよ。いや、目にいいっていう風によく聞くので、うん、よし、これ毎日食べて私もいい目を保とうと思って、うん、なるほどね、はい、うん、いろいろいい点ありますけど、はい、まあ、目にいいって言われてる根拠の一つはアントシアニンっていうね色素の話だと思うんですよ。でいわゆるポリフェノールっていう5000種類ぐらいある色素のうちの一つなんですけど、はい、まあね、体中でその強い抗酸化作用を示して体にいいですよ。で、まあ、あとは他の根拠もあるんですけど目にもいいですよって話なんですけどね、うん、いや、もっとね素晴らしいアントシアニンがあるですよね。え、もっといいのがあるんですか、うん、ブレインベリーっていう名前がついてるんですけど。ブレインベリーですか、うん、脳とか神経細胞にも有益な作用があるんじゃないかっていうことで、ブレインベリーっていう名前がついてるんですよ。かっこいい名前だと思いますけど、ね、うん、そんなすごいんですか、うん、それはねなかなかね期待が持てるなと思ってるんですよね。お、うん、どうすごいのか教えてください、うん、じゃあ今日はブレインベリーの話しましょうか。はい、はい、お願いします。ブレインベリーっていうのはね北米とかねすごく寒いところにある、はい、まあ、ベリーの一種なんですよ。例えばブルーベリーっていうのは日本列島で言えば北の方から南の方まであってね、寒い方で適しているものとか比較的暖かい方での栽培に適しているものとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、極端に寒いところで育つねそういうベリーがあるんですよね、うん、すごく寒いから、はい、体を守るために特殊なねものを持ってたりするんですけど、うん、別名をチョークベリーって言ってね昔からねお薬としても食べられてたんですよね。そのねベリーがちょっと特殊なもんでいろいろ調べてるうちにね、はい、どうもその神経保護作用があるっていうことが分かってきたんですよ。まずポリフェノールだから、はい、総じてね非常に抗酸化作用が強いわけです、うん、つまり体の中で酸化を防いでくれるっていうね役目を果たす植物性の色素なんですよね、はい、でその中でもアントシアニンっていうグループの色素があってね、でさらにシアニンジンっていうグループの色素がそこにあるんですよね、うん、まあ、その中の一つがね例えば脳とか、はい、それから網膜もそうなんですけどね特別なものしか通さないように特殊な血管でできてるんですよね、うん、脳の場合は血液脳関門っていうんですね、ブラッドブレインバリア BBB っていうんですけど、まあ、網膜でもそういうのがあってですね血液網膜関門ブラッドレチナルバリアって言ってね BRB っていうんですけど、うん、まあ、そういうね特殊な構造があって自由に出入りできないようになってるんですけど、はい、シアニジンってやつはそこを自由に出入りできるんですよ。血管から外へ出てね脳とか網膜の神経細胞のところに届くってことなんですね。すごいんです ね、まあ、届いただけでしょうがないんですけど、はい、そこでね酸化ストレスを抑えてくれるってねこれはとても大事なわけですよね、うん、だから体中どこ行っても有益な物質なんですけどね、うん、でもう一つね私が一番ねそれに注目している理由は、はい、神経の組織の中でね、うん、神経栄養因子っていう物質のレベルを上げてくれるっていうことなんですよ。レベルを上げるんですか、うん、それまあ何言ってるかっていうとね、はい、神経細胞でできてるところっていうのはね神経同士がね密集してねコミュニケーションを取っているとかね、うんうん、それからお互いに生存するために神経栄養因子っていうのを出し合ってね、うん、でそれが周りにないと長生きできないようなねそういう場所なんですよ。だから神経栄養子っていうのがある程度周りにないとですね細胞が弱っていっちゃうんですね。でね細胞の中にはね常にそういう因子をもらってないと自分から死んでっちゃう細胞っていうのがいるんですよ。周りにね被害を及ぼさないでおとなしく消えていくようなね、はい、そういう細胞の死に方っていうのがあるんですよ、うん、プログラムドセルですとかアポトーシスって言うんですけどもそういうね死に方をする細胞がたくさんいるわけですけど、うん、そうならないように、はい、例えば神経栄養因子が周りにたくさんあるとかそういう状態を作ってあげないと細胞がじわじわ死んでっちゃう可能性があるわけです、はい、でね病気の時もこういうのが働くんですね。例えば緑内障にしても網膜色素変性症にしても神経の数が減っていく病気ですよね、うん、でその時にね何が原因かは別として、はい、最終的に細胞の数が減っていく時には、うん、細胞が死んでいくスイッチが入っちゃうんですね。ゆっくりのことが多いんですけど、うん、細胞が死んでっちゃうと目で言えば見え方が悪くなるってことですよね。自殺のスイッチをね、うん、極力入らないようにするとか、はい、入ったとしても早く進まないようにするような防御みたいなね神経保護作用って言うんですけど、うん、そういう作用が働けばね細胞の寿命が伸びて病気の進行がゆっくりになる可能性があるよっていうことなんですよ。
ブレインベリーってすごいんですね、うん、でもブレインベリーのすごさは分かったんですけど、うん、先生よく見つけましたね。いろいろ考えてましたからね考えてたんですかまあ、とにかく病気を治したいっていう気持ちでね、うん、留学したんですよ。これ1990年ぐらいの話なんですけど、はい、ハーバード大学とこ行って、たまたまその時に網膜色素変性症っていう病気のね、うん、原因の遺伝子を見つけるっていう仕事をまあしてたわけなんです、はい、研究はすっごくうまくいって、もう大成功だったんですよ。うん、とにかくね、原因の遺伝子は見つかったし、特殊な形の遺伝形式も見つかったし、はい、世界で初めてのこととかがね次々出てきてですね、まあ、ネイチャーとかサイエンスとかそういう雑誌に取り上げてもらってね、うん、まあすごく成果は上がったんですけど、はい、逆にですね、知れば知るほどますます複雑だってことが分かってきちゃってね、うん、つまり病気って一つ原因が分かったら治療の道が開けるっていうふうに考えるじゃないですか、うん、ところがね、あまりに病気が複雑だと一人病気のメカニズムが違ったら治療法が変わっちゃうみたいな話になってくるわけですよ、はい、これはものすごく大変なんですね。うん、うん、つまり誰がどのタイプの病気かっていうのを突き止めるだけでも時間かかっちゃってっていう話になるんですよ。一人一人によってオーダーメイドで考えなきゃいけないってことですね、うん、そう無理だなっていうことでね、はい、研究の方向性を変えたりしてスタンフォードに行ったりとかね、まあいろいろしたんですけど、結局ね、自分が生きてる間に病気を治すところまではいけないなっていうふうにね、まあ挫折があったわけですね。それで日本へ帰ってきてね、もともと医者になった動機っていうのは、うん、まあ、患者さんを治すことだから、うん、まあ、そういうことにね専念するために自分でクリニックを開いたわけですけど、あ、それで研究で成功したのにも今ここに先生がいらっしゃるってことですね、まあ、そういうことなんですけど、はい、やっぱり失明しちゃう人とか、うん、失明はなんとか防いではいるけど非常に不便な思いをされてる患者さんとかやっぱりいるわけですよね、うん、まあ、自分の父親も緑内障だし、僕自身もね軽い緑内障を持ってるし、はい、なんとかしたいっていう気持ちはずっとあるわけですよ、うん、ただね、病気の原因すらよく分かってない病気が多いわけじゃないですか、うん、だからそういうものをなんとかしようって言っても限界がありますよね。そうですね、うん、ただ患者さんからはね、はい、普段自分にできることはないんですかっていうことをね聞いてくる患者さんがすごく多いわけですよ、はい、いい食べ物とかいい運動とかないんですかとかね、あ、まあ、予防したいですからね、うん、そうでも残念ながらないんですよね、他にお薬はないしっていう話でね、うん、まあ、例えば緑内障で言えば眼圧を下げることが唯一の治療法で、はい、まあ、他にね神経細胞の寿命を伸ばすことってまあほとんどできないわけですけど、うん、そこでね特殊なポリフェノール、うん、まあ、そういうものが神経の寿命を伸ばす作用が少しでもあるならば、はい、食べ物で普通に入ってくる以上のものを取れば効果あるんじゃないかと、うん、いうことでね、まあ、サプリメントだったらねお薬じゃないからね、うん、まあ、そういうものでなんとか役に立つものはないかなっていうふうにね、まあ、ずっと思ってたわけですけど、うん、まあ、その中でね、はい、ブレインベリーっていうもののアントシアニンにね行き当たったわけですね、うん、おー、どれぐらいかけてブレインベリーを見つけたんですか、うん、いやいや、それは随分長いですよね。だからその日本へ帰ってからもずっとそう思ってたわけだから、はい、今年で18年になるんですか。じゃあ18年越しに見つかったってことですね、うんうん、まあ、一番今までの中ではいいと思います。すごいじゃないですか、うん、じゃあもう本当に思いのこもったサプリが誕生するってことですね、うんうん、まあね、そういうことではあるんですよ、うん、ただね、はい、皆さんに誤解してほしくないのはこれは薬じゃないからね、サプリっていうのね、うん、そこは誤解してほしくないですよ、うん、普段食べてるものの中で足りないものは補いましょうっていうのが一つサプリの考え方ですね、うんうん、でもう一つは特別な病気があってね普通よりも多くあるとその病気にはいいですよ、だからサプリメントで取りましょう、そういうふうな考え方とあるわけですよ、うんうん、とにかくこれはあくまで食べ物なんですね、うん、薬のようにね効き目がはっきりしたようなものではないんですよ、うん、それから当然薬でも個人差がありますけど食べ物でもやっぱりねすごく吸収がいい人と悪い人と、うん、それから血行に乗って組織へ行って、はい、それが働くか働かないかとかね病気がどれくらい重症だとか、うん、まあ、いろんな要素があるわけじゃないですか。だからねそこのところがね検証するっていうのは非常に難しいんですよ、うんうん、でましてや私が特に扱っているような長い経過の病気っていうのは、うん、検証することはものすごく難しいんですよね、うん、でそんなことやってたらいつまでたってもそれ製品にならないわけじゃないですか、はい、誰も使えないっていう状態になっちゃうわけですよね、うん、だから期待と推測にはなるんですけどね、うん、でそういう意味で言うとポリフェノールっていうのはさっきも言ったように抗酸化作用が強いっていうことと、うん、神経保護作用があるっていうね、はい、その2つ
つで目や神経にはとってもいいんじゃないかと、そういうふうに思ってるわけです。先生のサプリには特にそういった効果が得られそうなものが入ってるってことですね、うんうん、まあそうですね、まあ、特にねシアニンジンっていうものなんですけど、非常に含有量がねこのブレインベリーには高いんですよ、うん、例えばブルーベリーなんかに比べたらアントシアニンっていうものに属するものの量っていうのは3倍ぐらい入ってるし、はい、そう特にねこの固有なアントシアニンってのがあってね、うん、まあ、シアニンジンの中のさらに細かく言うといろんな分類があるんですけど、はい、それがね他のベリーにほとんどないんですね、うん、これ特有のものだっていうふうに言われてるのと、はい、それから抗酸化作用もブルーベリーと比べても2倍ぐらい強いって言われてるんですよね、うん、だからまあそういったものが入っているのとね、それから目っていうのはね光の害に常にさらされてますから、はい、光による酸化ストレスですよね、うん、で網膜の神経細胞もそうだし水晶体の細胞もそうですけど、うん、余分な光をね吸収するような色素があるんですよね、はい、でそれルテインとかゼアキサンチンっていうわけなんですけど、一緒にですねブレインベリーのアントシアニンですね、うん、まあ、それを一つのものにしてサプリにするっていう今方向ですね。すごいですね、うん、ブルーベリーよりもすごいものがあるっていうのも驚きましたけど、先生の熱い思いがすごい伝わってきて、なんだか私も気になってきました、うん、まあ、とにかくね病気っていうのは原因がそもそもわからない病気もたくさんあるし、うん、原因はわかってるけど治療法がないとね、まあ、そういうものたくさんあるわけですよね、まあ、目の病気でもね原因すらわからない病気ってのはたくさんあるわけですけど、原因に対しては何もできなくても病気を少しでもね軽くするとか、うんうん、それから細胞が減ってしまうものに関しては細胞の寿命を伸ばすとか、まあ、いろんな方法があるわけですね。緑内障で言えばね眼圧を下げることで神経節細胞の寿命が伸びるわけですよね、うん、だからそれに代わる、ね、もので何かそういう作用のあるものはないのかなって言ってねずっと探していて、今サプリメントにしようかなっていうところですよね。うん、まあ、あとはね、うん、食品の工場じゃなくてね、はい、薬を作る製薬会社の工場で作ってもらって品質管理もちゃんとやると、もちろんこのサプリメントができたら、まあ、自分も飲むわけですからね、自分も病気あるんで、それから患者さんに届けるものとしてはねやっぱり極力品質のいいものをね、うん、お届けしなくちゃいけないなと思うんで、そういうふうな工場で品質管理もちゃんとやって作るっていうふうに今してるところですね。先生は常に戦ってるんですね。まあチャレンジしないとね前へ進みませんから、はい、うん、まあ、そういうことでねブルーベリーをたくさん買ってるらしいですけど、うん、ブルーベリーにねちょっと似てるものなんですけど、アントシアニンという色素を含んだブレインベリーを使ったサプリの話を今日しましたけどね、まあ、これについてはね LINE とかでもお知らせすると思いますし、概要欄から公式 LINE の方でもねお友達になってくれればいいなと思いますね。病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はそういうことでサプリの話になっちゃいましたけど、皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。